はい、おはようございます。朝から現場はですね、大変にぎやかになっております。システムシャワーのですね、このユニットシャワーといった方がいいかな、この部材がですね、どんどん運び込まれてですね、私がね結構早く来たんですけども、今日7時過ぎにね現場着くように頑張ってきたんですけども、その時には、材料が搬入されておりました。で職人さんが一人いらっしゃいました。はい、並び並びかな。あ、並びにゃ、あ、こっちかな、こっちかな、そういうことな、こういうことやな、そういうこと、入り口が、これはこれすぐ買ったり、これいいとこ取ったりもだらいいです、うん、おいでこれも、いやいや、いつもですね、システムバスとかはね、よく見かけるんですけどもね、システムシャワーの組み立てっていうのはね、実は見かけるのは初めてですね。もちろんね、私が、うちの、元で設計の施工をするっていうのも初めてです。はい、ここにね、ここにつくわけなんですけれども、このね、ドアの開き勝手をどうしようかなんてね、扱い勝手のいいようにいろいろ配慮してくれてますね、職人さん。さすがです。いろいろ私らでは気がつかないようなことを、発見して、こっちの向きのがいいんじゃないとか言って、やってくれてます。はい、手早いもんでね、もう下の方がどんどんワクワク見上がってます。はい、同時にですね、水道設備屋さんの方がですね、赤と青の、水道管ですね、これを入れていってくれました。ね、組み立て屋さんとはですね、担当分けがちゃんとしてあって、排水の方はですね、この組み立て屋さんがですね、やっててくれるということになっているそうです。はい、早いものでもうですね、枠ができてましたよ。はい、頑張ってもらってます。換気扇をね、あそこへ出すということですね。すごいですね、エルボーが透明なんですね、これね。そうですね、すごいね、刺さったかどうかお分かりはいいね。ああ、なるほどなるほど、うん、すごいですね。で、まあ詰まっとっても点検できるわけですね、これね。はい、早いもんで1階の作業が終わってもう2階へ向かってもらってます。階はですね、2つあるので、なんか同時並行という感じですかね。こっちももうやってもらってますね。ちょっとせっかくですので、1階の出来上がったやつを、ちょっと見学していきましょう。来ましたね。あ、いいですね。はい、決して広くはないですけどですね、まあシャワーを浴びるには十分でしょうね。はい、何よりですね、台風でですね、現れるとその外部はですね、石膏ボードですので、いくら耐水的なものを使ってあると言ってもね、いけないので、ここをちょっとシートでですね、完全に養生してしまうことにします。2階もですね、出来上がったらそういうことにします。はい、ということで、私はちょっと昼休憩させていただきます。職人さんでもね、頑張ってもらってますけどね、うちの若い氏は、もうなんか先でお昼に来ました。はい、結構暑いですね。駐車場ね、今日なんかいつも前止めてるんですけど、職人さんとかに止めてもらいましたので、結構ね、何回か、うっかり荷物を取りに行ったりとかするとね、結構あって、着々とですね、見立てられていってます。こちらもね、枠がもうできてますね。もうすごいすごい。うん、はい。
はい、今日は左官屋さんがですね、タイルのこととかで外部の漆喰とかのことで打ち合わせに来てくれましてですね、はい、やっていただきますので、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。感じです。まあ、かなりね、手を焼いてもらってるんですけどもね、もう今でも逃げ出してしまいそうですが逃げないでください。私も来て5分ぐらいですが私も逃げずにやってるので、もう逃げる準備をしております。はい、逃げないでください。はい、なんかこちらはね、できた感じですね。なんかね、仕上げが残ってるとか言ってましたけどね。はい、うちもですね、これ外側が濡れては困るので、この部分だけね、紙を貼ることにしました。この紙はね、もう一度また、石膏ボードを貼ってから貼り直さないといけないんですけれども、ちょっとまあその分無駄になるんですけどもね、濡れることを考えたら、これ安いものだと思いますので貼ることにしました。はい、何度かですね、今日駐車場を往復しました。自転車を持ってこなきゃいけないと思いながらですね、なんかね、施設さんが貸してくれるらしいので、それね、またそれを使わせてもらいたいと思います。はい、みんなが引き上げた後ですね、ひっそりとしてますけれども、ただでさえ日の暮れが早いんですけれどもね、ちょっと壁ができてきて、だんだん現場が薄暗くなってきましたね。システムバスじゃないか、システムシャワーですね、これ、まあ形だけはね、出来上がって明日は仕上げに来るということですので、また明日その組子の職人さんとまた顔を合わせます。そう、ほいでですね、お昼休みですね、今日ちょっと私ね、一瞬だけ15分ぐらい昼寝したんですけれども、もうちょっとか20分ぐらいかな、昼寝してたらですね、ずっとですね、食事するわけでもなく休憩するわけでもなく、なんか、2階からですね、システムバスのシステムシャワーの組み立てる音がね、ずっとしてるんですよね。何かなと思ってたんですけどね、休憩しないんですかなんて言って、1時過ぎにですね、ちょっと声かけたら、いやいや、もう別に食べへんしいいんやみたいな感じで、ちょっとトイレ行ってきたし、ちょっとだけ休憩したいなとかいうもんで、あ、昼食べないんですねなんていう話をしてたんですけれども、なんとですね、朝ごはんも食べないそうで、あ、一緒ですねなんていう感じで、そんな感じで一日一食仲間の職人を見つけてですね、ちょっと嬉しい一日でございました。はい、そんなことでですね、今日はこれで、引き上げたいと思います。何より台風がですね、ちょっとね、こっち向いてるのがね、すごい気になるんですけどね、気にしてもしょうがないので、できる限りのことを、ね、するしかありません。ちょっと中をですね、雨が当たりにくいように養生しようかなって考えてますけど、下手にやるとね、台風で吹き飛ばされるだけってこともありますので、ちょっと悩ましいところでございます。はい、ありがとうございました。はい、それでですね、もう引き上げるつもりだったんですけれども、ちょっと現場の前でですね、ちょっといろいろこう確認してたら、摂さんのお母さんがやってきましてですね、なんとですね、これ手こね寿司を作ってきてくれたということで、これいただきました。これ保冷剤までちゃんと入れて、はい、これ今晩いただこうと思います。ありがとうございます。